お疲れ様ですッカの久保です。す。のあのね、ビデマロっていうね、私が軽音楽部に大学生の頃にいた、その、ビデオ屋さん、レンタルビデオ店ですか。そのことをちょっと思い出して動画を撮っていたら、ついでにですね、あの、当時の、その、私が過ごしたね、街をちょっとね、紹介したくなって、今こうやってストリートビューを見てるんですけども、これ今ご覧いただいてるところが、あの、岡山大学通りですね。 これずっとこの道をまっすぐ行くと岡山大学に行くんですけども、その入り口なんですよ。ここもね、よく利用したところなんで、ちょっとね、進めながら紹介したいと思います。えー、今ね、左手に見えてるこの住まいですけども、ちょっとまあ、あの、オー,ナーさんがいらっしゃるんで多くは言えないんですけども、ちょっと悲しい事件が起きたところだったんですよね。まあ、ちょっと多くは語らないでおきましょう。それから、あと、多分ね、この形自体は変わってないんですけども、こっちの方になんか道路ができてるんですよね、向こうまで行ける。当時はこっから、 右に曲ががるるしかなかなっっったんんででですすすけど、まぐ行く道路ができちゃってるんですよ、うん。これはちょっとね変わりましたよね。でここ入っていくとこうちょっと入り口があってねでこっちの方に何かありますここにね確かねあのチロリン村とかいうあ,のあれですよファミコンのカセットをね売ってる店みたいなのがあったような気がします。はい、ちょっと進みましょうかで郵便局があるのは昔のままですね。 で、チロリン村はなくなっちゃって、なんか双子不動産みたいなのになってるのかなと思います。ちょっとうろ覚えなんですけどね。あここだ、チロリン村。この三角形のところが特徴的なんですよ。ね。で、ちょっと待ってくださいね。これ、ここにあったのが時間割っていう喫茶店だったと思うんですけども、ここかなこっちかこっちのどっちかです。あの、バンドの練習とかが終わった後、必ずここでね、ミーティングしながら飯を食っていたっていうところなんですよ。時間割っていうね。もうなくなっちゃったですよね。 そう、この三角の、これがチロリン村ですよ。ファミコンのカセットとか売ってたところ。で当時はね、PC エンジンみたいなのも出てきたみたいなところがあって、PC エンジンのユーザーは非常に少なかったんですけども。まあ私はゲームはほとんどやらなかったんですけどね。で、もうちょっと進むと、こんな軸はなかったと思うんですけどね、うん。何があったかというと、あの、あれなんですよ。音楽スタジオ。楽器屋さんが音楽スタジオを抱えていて、そこで、 あの、バンドの練習したんですけども、確かね、これかこれなの、この緑の方だ。ここ、ここ、楽器屋だったと思いますよ。で、これに、あの、中にね、スタジオがついてたんですよ。で、そこで、1時間、なんか、2000円か3000円ぐらいで、あの、メンバーで借りてねあの、4人だったんですけども、練習したような気がしますね。確かここですね。で、なんでここに音楽スタジオがあるのかというと、向かいにセブンイレブンなかったような気がするんですけどね。あの、この、岡山最大の、 ライブハウス。そう。あれですよ。岡山ペパーランドがあるわけですよ。多分そのペパーランドは今でもあります。それで、このファミリーマートは、あのー、当時からありました。だからもう30年以上ここでやってるんですよね。40年とか。すごいですね。で、かまどやってる弁当屋がやったかどうか定かではないんですけども、通り過ぎて、ライブハウスの方に向かいましょう。これ、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 あるじゃん。ほら、ペパーランド。これね。この店舗の前で、 出演を待っているバンドのメンバーとかがタバコを吸っていて非常に感じ悪かったですね。本当に私自分でやっていながら感じ悪いなっていうかね、なんかこう、道行く人に睨んでましたから、味もなく。<laughs> 何なんでしょうね、あの、自己肯定感の強さは。で、大したことやってないんですよ。うん、本当に。確かに私がね、チケット一番売ったのがね、70枚売って会場が結構いっぱいになった時がマックスでしたね。まあ、それがもう私の限界でしたけどね。懐かしいな多分ね、あの、 キングスとかルーズっていうのがどこか書いてると思いますよ、ここに、うん。いやー、懐かしい。隣が自転車だったかどうかちょっと定かではないですね。まあ今、ね、あの、ここのオーナーの稽古ママ、どうしてるんでしょうか稽古 <laughs> <コ>ママ <laughs>。懐かしい。はい、あとは何があったのかをよく覚えてません。うん、多分、いろいろと入れ替わったんでしょうね。まあ、他ちょっと思い出せませんわ。 で、次回は、あの、53号線沿いをちょっといろいろやってみたいと思うんですけども、なんかね、すごいですよ。メトロとかなくなってるんですね、潰れて。あとは、百年屋百年屋っていう、なんか、うどん屋さんもなくなっていたりとか、ジャクソンっていうのがなくなって、全然違う、なんかね、中華料理の店みたいになったりとかね。非常に時代の変化を感じるなと。あと、 あの大学生の集まる憩いの場所、森保、森保も亡くなっていました。当時、森保のおばちゃんっていうのが店を切り盛りしていたんですけども、当時の私の目から見てもね、おばちゃんっていっても50代か60代、50代ぐらいだったかな、おばちゃんでしたからね、あれから30年経ってるんで、もうお亡くなりになってるような気もするんですけども、どうでしょうかね。ちなみに、その森保っていうお好み焼き屋は、あの無許可営業でやってたような気がするんですよ。いや、確証はないんですけどもね。 でも、大学の周辺のお店を紹介する、そのね、そのページに入ってなかったんですよ、森安が。あれだけ有名なのに。で、好みっていうあんまり目立たないね、ちょっと遠くに離れたお好み焼けさんが何故か紹介されてたんですよ。だから多分森安は、あの、非合法でやってたんじゃないかなと思いますよね。<laughs> あの、広島の宇品にもね、暁っていうところがあるんですけども、うどん屋が。あの、 暁も結構ね、際どいかなと思いますけど、多くは語りませんけどもね。はい。暁大好きですよ。頑張ってね、おばちゃんね。はい。じゃあ、今回以上です。